続いてはですね、ナンバー4、滑舌と戦いながら師匠をやってますスーパーマモルンルン、お願いします。どうも、芸歴40年、したったらず歴60年、どうも、笑いのあり地獄面白師匠です言ってるわけなんですけど、ほら若手この野郎、お前たちちゃんと師匠の名前で勉強しろよこの野郎、本当に奥で中指立ててんじゃないよしょうがないねなんて言ってますけどもね、ちょっとお話早速していこうかなと思ってるんですけどね、この前ね、知り合いのね、あの知り合いとね、おしゃれなワインバーなんてとこ行ってきたんですけどね、そしたらですね、この知り合いの野郎がね、せっかくのシャレオツだっつってんのにね、ワイン一杯でね、ベロベロになりやがったんですよ。だから私ね、そいつに言ってやりましたよ。お前は本当にワインが弱ワインだなってね。親父が逮捕されたんですよ。80歳でオレオレ詐欺なんかやってね、間違ってね、わしわしなんて言ってたんですけどね、まあまあまあ、こんなもん気にせずね、ネタの方やっていこうかなと思ってんですけどね、あの焼肉ね、焼肉が大好きでね、よく食べるんですけどね、この前行った焼肉屋がね、網は焦げてるし、あの火力は弱いし、肉が全然焼けないんですよ。だから私ね、店長に言ってやりましたよ。あんたの店の焼肉は焼肉いってね。息子がゲイなんですよ。ショックですよ。恋人連れてきたら50歳のおっちゃんでしたからね、もうね、ズコーなんて言ってますけどもね迷惑メールね、ほんとね、迷惑メールにはね、気がメール、飼い犬もゲイなんですよ。ショックですよ。ワンワン言ってると思ったらオス同士でしたからね、もうガビーンなんて言ってますけどね、なんかちょっと最後ね、じゃあちょっと暗くなっちゃったんで、なんか一発ギャグでもやって終わりたいと思います。いきますよ。えい、ネッシーと思いきやハンバーガーを掲げてる人、カッパを見たんですよ。びっくりしましたよ。多摩川にいましたからね。まあよかっぱなんて言ってね。まあまあそういうことで、私もそろそろね、あのあれがあるんでね、何もないんですけどね。今日はこの辺でさようなら。どうもありがとうございました。